どう？ふわー、落ち着かねー。ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえますか。ほいほい、何でしょう。成長したんか子供が。ですね。一人前に成長しました。ペト君、この子の成長のために旅に出すか。あれ、部屋は空いとったんかな。どうやってんっけ。まあ空いてなかったら空いてなかったで保留ってことになるけど。一人暮らし、はい。そうですよね。あ、入れた。それがいいと思っています。入れた、入れた。ペトは江ノ島の住人として正式に登録します。はい。ペトくん。ペト。ペト。オッケー。好みを登録します。はい、よろしいです。今日からお世話になります。どうもどうも。ペトは愛の島の住人になりました。私家族も今後ともよろしくお願いします。こちらこそ。記念にこれをもらってください。はい、アルバムは割愛しますと。はい、そして、マンション見てこう。マンションは、喧嘩はおらんかな。一応一人、あ、いたわ、ここに。まさに今、喧嘩してる二人。ヤミさん、入ります。あ、どうも。どうも。ネムと喧嘩しました。見てたよ、今。見てたよ、今まさに。仲直りして。じゃあ、このイライラを沈めてください。うんうん。じゃがバタでいけるね。じゃがバタ、じゃがバタ。え、これはもしや持っていない？じゃがバタってこっちかな？こっち？あ、こっちかもしれん。こっちな気がして。あれ？じゃがバタ、じゃがバタ、じゃが、あった。買っとこう。いらっしゃいませ。はい、じゃあちょっとじゃがバタを10個ほど買っておきます。お買い上げありがとうございます。ありがとうございました。よし、これで。向こう側に黒影さんがおった。はい、じゃがバタどうぞ。いただきます。はいはい。これでもうこっちはご機嫌やろ。陽気に踊り寄るぐらいやし。大好物だったようです。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。ちゃんと仲直りできるかな。だいぶプンプンしてるよ、向こう。この間はごめんなさい。どうでしょう、仲直りしてくれるか。許してあげて。こちらこそごめんなさい。よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかったよ。仲直りできました。うんうん。じゃがバタでだいぶお腹膨れたね。え、普通にあれゼロからやった？実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。じゃがバタ。確かに芋やけん。中にはたまるんか？いいやん、いいやん。仲良しない。超信頼してる。よき。親子関係が若干ちょっとあれやけど。よみちゃん。まあ満足。まあでも満足やけんいいんか。まあでも。お、なんか早速。
レミちゃんとこ行ったんだけど。仲良しだな。はい、それじゃあ、アムくん、入ります。あゆなのそっくりさんと遊びたいです。遊びましょう、遊びましょう。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いて、ペアが揃ったら勝ちです。よし。こっち。あ、違った。こっちだよー。よし。こっち。やったね。ちょっと、ダメかと思ったけど。いけたいけた。一つだけあげます。どれか選んでください。一番大きいので。お宝ブラウン管テレビをもらいました。ありがとう。ブラウン管テレビってお宝なんかな？まあ、貴重っちゃ貴重かもしれんけど。新しいものも見ると使えるんかな？何でも欲しくなる？マジで？まあ、新しいもの、気にはなるけどね。すき焼き。どうぞ。いただきます。なんか家電とかね、最新作見るの楽しくない？お、マジで？マジで？今さらっとあげて、すき焼きあげたっけ？超大好物やったんや。まさかの。すき焼き美味しいよね。最近食べてないな。うまーい。うまーい。超大好物だったようです。よかったよかった。お、レベルも上がったよ。はい、それじゃあ、任天堂 3DSLL、どうぞ。道具、任天堂 3DSLL をプレゼントしました。これもあげます。もうあれをね、任天堂 3DSLL って何？っていう感じになる人もおるんかな。実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。何やっけ？なんか任天堂 e ショップが終わるかなんかって言ったんやっけ？なんかつい最近もまたなんかツイッターで話題になっとった気がするけど。お、ペトくん。さっき住人になったばっかりのペトくん。はい、遊びましょう。一人で絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな？はい、スタート。一人なんよね。かなりです。林ライスです。林ライス。マカダミアナッツです。マナリです。待って。はい、マナリさんは出た。マナリです。マナリ。よし。マカダミアナッツ。マカダミアナッツも出た。半分半分でいけんのか。林ライス来た。林ライス、林ライス。ライチです。マナリ。これでもうあれやな、出たとこは全部開いたけん。あ、よかった、いけた。リンです。イエーイ。ハート二つ残し。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ、中プライで。お宝、香水をもらいました。ありがとう。人を褒めるのは苦手です。人を褒める。確かに人を褒める。あんませんかもしれんな。はい、ご飯どうぞ。いただきます。はいはい。社会に出たらそんなにないよね。褒められることも褒めることも。上司とかになったらあるかもしれんけど。はい、それじゃあ、服。車柄のシャツ。どうぞ。一応ね、新しく入ってきた住人さんやんけん、いろいろと揃えていかんとね。あ、いい感じやん。結構気に入ったようです。あ、この色味めっちゃいい。めっちゃ好き、この上下の色味。はい、そして、部屋。海底スタイル。どうぞ。新しいインテリアをありがとうございます。いえいえ。いい感じの部屋ですね。いい感じ？気に入ってくれたかな？部屋を見ていきますか？見ていきましょう。どう？ふわー、落ち着かねー。とりあえず、サメがいることが一番落ち着かねー。一応ちゃんと屋根というか、天井はちゃんと海面っぽい感じになっとんやな。ああいう電気なんか。
いい感じ。大事にします。でも夜とかね、はって目が覚めて目の前にサメがおったらちょっとビビらん？だいぶビビるよね。はい、それじゃあよし、募金を募りましょうか。はい、それじゃあそろそろ募金を募ります。みんなじゃんじゃん入れてって。頭からキノコが今日は 27,100円集まりました。ありがとう。はい、そしてミニュース見てこう。虹になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。高橋氏が自宅で踊り続けています。退屈だったため、ちょっと踊ろうかと考えた高橋氏は、どういう踊り？最初こそ恥ずかしげにこっそり踊っていましたが、深夜も過ぎる頃には全ても忘れたかのように踊り狂っていました。一体何があったんだ？近所の住人からは、はーはーという息遣いがうるさいと苦情が出ています。怖い怖い。マジのミーに聞きました。まあ、いいんじゃないですか。まあ、特に被害がときめいたの？はい、虹のミーニュース。まあ、不気味っていうのはあるかもしれんけど、実害が何かあるわけではないもんね。お、友達クエストか。友達クエストだいぶ長いけんな。フェイス、お、ハートマークある。子供だ、子供だ。何？誰んとこ？おー、アスムんとこだね。アスさん、お呼び出しします。切ない。何人目やろう。結構子供いっぱい生まれとるような気がするけど、ここ二人も。いいね。ですのね。うんうんうん。お、レベルも上がったよ。それじゃあ、服。菊の着物。服、菊の着物をプレゼントしました。おー、似合う。めちゃくちゃ似合う。いいね。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。これにこれもあげます。もらいまくる。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。金曜日になると、土日のことで頭がいっぱいになります。そんなに？やっと休みやー、みたいな感じ。はい、それじゃあ、もうあれか。もやもやぐらいしかおらんかな。こっちにハートマークとかも特に、ない。よし。はい、それじゃあ、あずちゃん、入ります。遊んでください。遊びましょう、遊びましょう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタート。そろそろプロポーズとかないかな。まだ付き合っとるとこ、普通におるよね、結構。いけ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 。よし。え、だってあれよね、ユニポンちゃんたちんとこもまだ、付き合っとる段階で、結婚してないもんね。早くしなよ。はい、それじゃあ、中くらいで。お宝、バラをもらいました。ありがとう。ユニコーンは意外と苦労人です。まあね。まあね。まあでも一応今、彼氏はおるけんね。うんうん。え、アスマとは結婚しとったんやっけ、最初。付き合っとるだけやったわ。刹那さん、かけがえのない人、良き。親友コルピックさんも信頼してる。めっちゃいいやん。あ、でも会わん人も結構おるんやな。ユニポンちゃんのこと気にしとったけど、ユニポンちゃんも結構仲いい感じかな。最高に楽しい。いいね、いいね。いい感じだね。人生楽しそうだ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあそろそろ、そう、もうプロポーズがやってきてくれてもいいよ。私のプレッシャーが半端ないんやけどね、プロポーズは